15章ギルランダイオ要塞戦。ナジアルでの戦いを制し、我が軍はついに帝国軍を国境線まで押し返した。帝国軍は現在国境のギルランダイオ要塞に立てこもっている。ギルランダイオ、ギルランダイオはガリアと東部ヨーロッパを結ぶ交通の要所として、中世より関所が置かれてきた要害の地である。中世に築かれた城塞が後に近代要塞に改築され、第一次ヨーロッパ大戦時には激戦の地としてガリア帝国両軍ともに多くの死者を出した。二次大戦時には帝国のガリア戦線総司令部が置かれ、文字通り帝国の最終拠点であった。今回はどのような作戦で要塞に攻撃をかけるのですか？まだ詳細な指示は私のところにも降りてきていないのだが。心配するな、バーロットよ。わしが自ら作戦を伝えに来てやったぞ。将軍閣か。わざわざご足労いただき恐縮です。ラジアルでの義勇軍中隊の働き、誠に見事であった。そこで今回は栄誉ある要塞攻略の先鋒を義勇軍中隊に与えよう。は、作戦はこうだ。要塞へは物資運送用の線路が通じておる。その線路に爆薬を満載した車両を走らせ、要塞の正門を爆破するのだが、義勇軍には爆薬列車を正門まで走らせるために線路上のスイッチを切り替えてきてもらいたい。線路のスイッチの切り替えですか。敵の猛烈な戦火をかいくぐってのに、先鋒というより決死隊ではないでしょうか。何を言う。勇猛で命知らずのお前たちだからこそできる仕事ではないか。この戦いに勝利すれば、ついにガリアから帝国軍を駆逐することができるのだぞ。正規軍のために道を開くのだ。分かったな、バーロット。くそ、また俺たちに危険な任務を押し付けやがって。ですが、誰かがやらねばならない任務であることも確かですね。その通りだ。将軍が言ったように、この戦いに勝てばガリアから帝国の影は消える。これを我々の最後の戦いにしよう。諸君らの活躍に期待しています。以上、解散。いつもの夢であったか。セルベリア、ガリア軍の様子はどうだ。は、我が軍を領内より追い払わんと全軍を挙げて押し寄せてきております。そうか。ナジアルで敗れ、ランドグリーズに正面から堂々と入城するという世の望みは絶たれたな。申し訳ありません。この私がナジアルで遅れを取ったばかりに。殿下、
どうか私に今一度機会を。殿下のために戦わせてください。セルベリアよ、世の力になりたいか。はい、もちろんです。殿下にお救いされて以来、ずっとずっと殿下をお慕い申し上げてきました。殿下の待望のお役に立ちたいのです。そうか、ガリア軍は戦力をこの要塞に集中させている。貴様はバルキュリアの最後の炎を燃やし、ガリア軍を消滅させるのだ。貴様の命が世に栄光をもたらすであろう。さらばだ、セルベリア。気に入らねえな、女を泣かせるのは。ナジアルでの戦いに臨む前から想定していた戦略の一つに過ぎん。バルキュリアの力が通じぬと分かった今、セルベリアの利用価値はただ一つしかない。ふん。そういえばランドグリーズからお前宛に使者が来てるらしいぜ。そうか、待たせておけ。今は使者などに構っている暇はない。これより鋼鉄の鎌作戦を発動する。イェーガー、一旦本国へ戻るぞ。なんだと？じゃあとうとうマーモット。そうだ、試験運行が完了したとの知らせが届いた。勝利に浮かれるガリアの柔らかい腹を切り裂くのだ。みんな、揃ってるかい？いや、アリシアがいないよ。そうか。とりあえず、作戦を伝える。他の小隊のやつから聞いたよ。爆弾列車の線路工事をやるんだってな。ああ、だが、誰かがやらなくちゃならない任務だ。ま、俺たちは義勇軍だ。きつい任務が回ってくることは慣れっこだ。それより隊長、あんたに一つ聞いておきたいことがある。アリシアのあのバルキリアの力、今度の作戦にも使うつもりか？もちろん使うつもりはない。僕は隊員たちみんなの力を信じている。それ以上何かの力に頼る必要があるかい？いい答えだ。さすがは俺たちの隊長さんだぜ。俺たちはもう覚悟は固まってる。何しろこれが最後の戦いなんだ。だから隊長、アリシアのところに行ってやんな。今のあいつにあんたが必要なんだ。わかった。じゃあここは任せたよ。とは言うものの、今度ばかりは隊長でも難しいだろうな。アリシアと隊長が元気がねえと、正体も今一つ盛り上がらねえ。どうにかアリシアが気を取り直してくれるといいんだが。アリシア、ここにいたのか。ほら見て、ベルキー、こんなところにも粉雪草の花があったよ。
感じだよ。ありがとう。メルキン、ファルディオの話聞いたよ。そうか。私がね、陣地の中を歩いているとみんながひざまずいて私を拝むの。バルキュリア様だ、神の子だって。どうかガリアをお守りくださいって。私どうしていいかわからない。これから私どうやって生きていけばいいの？アリシア、ごめんごめん、暗い顔しちゃって。これから最後の戦いだっていうのに心配かけちゃってダメだな私。アリシア・メルキオット軍曹、これより軍務に復帰します。では小隊長殿、失礼します。アリシア。私の新聞を読みに来たのね。感心感心。あ、そうそう、あなたのとこの隊員さん最近ご活躍じゃない。どうしちゃったの？思わず突撃取材しちゃったわ。後で文字にするから読んであげてね。新ネタを仕入れてきました。やあ、また会ったね。では作戦内容を伝える。
それでは作戦を開始する。諸君らの健闘を祈っています。以上。スイッチの場所は3つ。道を開くぞ。第7小隊出撃する。迎撃、榴弾、戦車、敵もあらゆる方法で要塞を守っているだろう。焦らず、確実にスイッチを目指すんだ。よし、作戦開始。行動開始する。イルランダイオを奪還するんだ。敵発見。第7小隊前進しよう。行動開始する。敵発見。敵発見。よっしゃ。了解だよ。現在両翼に展開。俺の出番だな。よっしゃ。味方がやられた。行動開始する。俺に任せなよ。よし、一つ目のスイッチ解除に成功。この調子だ。行動開始します。ここを越えなければ先に進めません。やっぱり土の匂いって。もう一回いくよ。発見したよ。まだ届かないのか。そこ。私の出番ね。アタック。うん。
各員配置につけ。強いぜ。みんな俺についてきな。敵発見、発見したぜ。いっけ。俺に全部任せな。よっしゃ。目標の撃破確認しました。俺に全部任せな。今の俺は強いぜ。当たれ。開始するぜ。石の地面は落ち着かねえな。いっけ。よっしゃ。味方がやら。行動開始するよ。出番だな。皆さん、頑張ってください。まだ届かないのか。
前の出番だな。地雷に注意せよ。よっしゃ。お任せください。次の指示。よかった。これで少しは楽になる。よし、二つ目のスイッチ解除に成功。残るはあと一つだ。お任せください。指示。味方がやられた。お前ら気をつけろ。電源切られて。どれだけ血を流せば済むんだ。やった。3つのスイッチ解除に成功したぞ。銀大将尉、よくやった。よし、これより爆弾列車を発進させる。門が破壊されたら、いよいよ内部に突入だ。はっ。作戦終了。要塞内部への道が開けたぞ。よし、ついに要塞に突入したぞ。ガリアの勇士たちよ、見事ギルランダー王の門を抜いたな。あなたはあの時の。お前か。これも運命というものか。バルキュリアとしてすでに私は敗れた。だが私はお前にもう一度戦いを挑みたい。今度は一人の人間として。今まで生きてきた自分の存在をかけて。さあ来るがいい。